皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日は新築のアクアハウスに入居者が決まりまして、魚を見せていただけるということになりましたので、チームアクアハウスで遊びに行きました。これがですね、空室の状態で完成した時の状況なんですけれども、まあ、これ以前に紹介動画を出しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。で、まあ、水槽が置ける物件ということでですね、魚を飼う人、それから爬虫類、両生類飼う人しか入れないと、まあ、こんな物件を作りました。それでは行きます。今回はですね、クリーパーの編集長の方もですね、遊びに来てくれまして、まあ、アクアハウスというものを紹介させていただいたんですけども、まあ、その他に、まあ、以前ご紹介したマニアの小牧さんとかですね、それから M さん、まあ、こういった皆さんでですね、楽しく新築に入られたお客様、入居者の方とですね、交流させていただきました。あ、そういう意味では隣も見れますんで。いいですね、なんかね、うん、とてもよく、あれビタミン作戦やってるんですか？やってます。これはアクアショップシアノさんで買ったダイナミックレッドです。このヒーター、これあ、水中ってことですか？これいいですね。これ今お客さん用になってるんですけど、本当は上のライトもつけてるんですよ。色上げる。三方からライトつけてる。ここ消してさ、これだけ光らせてもらう。まあ、赤のアロアナもとても綺麗ですね。かなり、まあ、マニアックな魚たちですけれども、このマンファリとかですね、それからニカラグアガーだったりとか、それからこのスネークヘッドですね、まあ、スネークヘッドもとてもかっこいいですね。まあ、特徴的によく、みんな太っていますね。よく栄養が行き渡ってて、とても大事に育てられているという感じがしますですね。いや、このアロアナはそんなに大きくないんですけども、色がすごくいい色が出てきましたね。これからの成長が楽しみですね。あと、まあ、スネークヘッドなんかも本当に餌食いがいいですしね、これからもっと大きくなると思うんですけど、かっこいいですね。これから今日は餌やりをお見せいただくんですけれども、まあ、今日の餌はザリガニをちょっと砕いたもの、冷凍のものですけれども、あとはチアユの冷凍の餌をですね、あげるということで、まあ、楽しみにしていただければと思います。最後までご覧ください。やはり自分の水槽を眺めるのもいいんですけども、やっぱりマニアに見せていただくと刺激になるというか、やっぱりこのガーに関しては本当にもう飼えないということもあってですね、羨ましいなと思いながら拝見しています。まあ、このアクアハウスではですね、マニアがたくさん住むということもありますし、我々との交流ということで、いろいろ見せていただいたりとか、遊びに来て一緒にお酒を飲んだり、まあ、そんなことを私は期待しております。ニカラグアザ。普段はあれですね。先光です。普段は逆過ぎにして。何種類も見てるんですね。そうですね。今日特別アクアハウスチャンネルで、ね、ちゃんと餌食べて。うち偏ってるから、みんな大きさがなんかさ、バラバラですよね。やっぱりガキガキ系が多いですね。今日食えなくても、そう今日食えなくても別に結構毎日あげるんで、うん、はい、
でもこんだけ太ってたらいいですよね。なんかね、ガーって細くなっちゃうイメージなんですね。僕若い頃飼ってたんですけど、なんかもう下側でしたけどね、なんか痩せてましたね。今誰だろう、なんかあとガーって餌食い下手な気がするんですけど、そうでもないですか？この子たちそうでもないですね。あのやっぱ冷凍餌で泳いだりしないんで、金魚とか下手ですよね。そうですね、食うのは下手くそっすね。ポイ食っちゃうんですよ。ちっちゃいのか、こういうポリプ舐めましたりしないですか？あ、しないですね。まだ家に置きっぱなしのまだ持ってきてないんですよ。普段は引いてます。ポリプの色が全然目立たんくと、まあ、変わりますよね。だからよくこれで太るなって気しますけどね。試合なんだ、はい、試合って今頃でしたっけ？あ、なんかですね、これ修羅さんに言って通年置いてありますよ。あ、はい、あのなんかそういうルートだと思います。あ、もう冷凍にして取っとく。土壌はあんまりやんない。土壌は皮がやっぱ煮崩れしないぐらい厚いじゃないですか、うん、だからなるべく揚げない。あ、はい、今このぐらいのサイズだと普通なのかな、普通なのかな。レッドテールなんか何でも関係なくて、レッドテールなんかね、もう何でも食いますからもう。あれですよ、やっぱほら柳川鍋にしたって土壌ってそのまま身残ってるじゃないですか。だから皮が厚いんで、あんまり本当に燃えつけずに。かわいい。顔が可愛いですよね。なんかイルカみたいですよね。イルカみたい。アリゲーターなんかもアリゲーターがマニですよね。その辺は相当食いますね、食ってますね、やっぱりだからアジアがそんなに食ってない。味が欲しかったですけどね、やっぱ空白の人だ。ありがとうございます。これでもうあれですか、最後の前に声さんとかはやらない。あ、もう揚げたら揚げたで終わり、終わりです。はい、ということで、まだまだですね、これからバージョンアップしていくと思いますが、また訪れたいと思います。アクアハウスチャンネル、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。